はい、皆さんこんにちは。ネクストリートゲートです。今日もよろしくお願いいたします。で、今日なんですけれども、 YouTube でいただいたコメントでですね、情報商材を売りつけて金儲けをする詐欺行為をやめろっていうコメントがあったんですね。で、これについてちょっといくつか反論したいなと思ったので、今日のビデオではちょっと僕の言いたいことを言わせていただきたいなと思います。よろしくお願いします。でですね、この情報商材を売りつけて金儲けをする詐欺行為やめろっていうところの情報商材って、多分僕が最近というか3週間前ぐらいからアップし始めたノートっていう電子書籍のプラットフォームで、学校では教えてくれないパーソナルトレーナー論っていうものを出し始めたことを指してるんだと思うんですね。内容としてはインターネットを使った集客の仕方だったり、コストマネジメントの方法とか、リピート率を上げる方法とか、まあより実践的なパーソナルトレーナーの業務にフォーカスした内容を、動画ではなくて文字で読めるような電子書籍の形として有料で販売しています。もちろん無料のものもあります。で、ね、情報商材を売りつけてっていうところは、まあここを指しているのかなとは思うんですけれども、僕もね、これなんだこれと思って、もう非表示というかこのコメント消しちゃったんですけど、まずいろいろ言いたいことがあって、まず詐欺行為は全くしてないです。というか、この人はおそらく僕のノート買ってないんですよね。ノート購入してくれた方って大体名前が入ってくる、名前が出るので、このコメントした人はおそらくこのノート、僕のノート買ってないです。僕のノート買っていただければ詐欺かどうかってすぐわかると思うんで、っていうところがまず1点。もうね、金儲けしてるってところにも一言言いたいんですけど、僕は別にこのノートを使って金儲けをしたいわけじゃなくて、じゃあなんで有料にしてるかっていうと、オンラインサロンに入ってくれてる会員さん向けにプレゼント企画だったりして、どうしてもお金を使うので、そのお金を賄いたいなっていう、そういった気持ちでこのノートをやってます。まあそれだけだと多分皆さん、いや嘘だろって思う方もいらっしゃると思うんで、実際にね、5月どれだけノートがこれ売れたのかっていうお話を、もうちゃんとした数字を出して皆さんにお伝えするんですけど、今僕が出したノート、まあ電子書籍で1個がだいたい480円ぐらいなんですけど、累計で70冊ぐらい売れてます。なのでだいたい3万4000円から3万5000円ぐらいは売れてるんですね。で、このうち 15% っていうのはプラットフォームの利用料で持っていかれるわけなんで、僕に入ってくるのってだいたい3万円ぐらいなんですよ。で、そのうち2万円ぐらいっていうのはオンラインサロンのプレゼント企画で使えます。なので実質僕のポケットに入ってくるものって1万円と8000円ぐらいなんですね。なので別に僕がそのお金儲けを目的としてこのノートを始めているわけではなくてですね、このノートの収益がなくてもぶっちゃけ僕は全然困らないだけの収益が他であるので、なんだろう、このノートで金儲けをしたいとかそういうことは一切ないです。で、他にもこれを有料化している理由がいくつかあって、まず僕は仕事としてこのパーソナルトレーナー向けのコンサルだったりとか、それからパーソナルトレーナー向けの専門学校で講演とかを実際しています。で、その時に、やはり対価としてお金をいただいています。コンサルティング、個人のコンサルティングだったら、まあその時々変わってくるんですけど、だいたい1万5000円ぐらいからいただいていて、専門学校とかに講演に行くと、だいたい1時間から1時間半ぐらいで3万から5万円ぐらいのお金をいただいてます。で、このノートに僕が書いている、載っけている情報っていうのは、この、普段のコンサルだったり、それから講演、セミナーで僕がお話ししているような内容の一部、必要な情報を書いて載せてます。つまり普段からお金をいただいてお話しさせていただいている情報なので、それを全部無料で公開するっていうのは、すでにお金を支払っていただいている人たちに対して失礼なのかなっていうのは一つあります。とは言ってもですね、僕が調べてる情報、実際経験した情報っていうのは、もう多分9割以上がこの YouTube で多分皆さん無料で見れるようにしていると思うんですね。なので、この残りの1割弱、まあ、1割とか、ないしはもう 1% ぐらいっていうものを、まあ、ただ有料にしてる、そこだけ有料にしてるだけなので、で有料にする限りは、僕はもう絶対的な自信があって、それを皆さんにお金をいただいてコンテンツとして売ってるわけですよね。僕の自信っていうのは実績からも来てます。だいたい僕のジムをオープンしてから半年経たないぐらいで売上を100万円突破したっていうのも一つありますし、この間のコストマネジメントの話だったり、それから SNS マーケティングの話にしても、具体的な数字、実際に何が収入として入ってきて、支出でいくらぐらいどこに使われたのかっていうのをちゃんと詳しく僕は出してるんですね、ノートで。他の人が正直多分出したがらないような情報を全部隠さず出してます。電気代から備品代から、エアコンのメンテナンスにいくらかかったとか全て出してるわけですよ。で、収入に関してもお客さんの単価とか何人来てどれぐらいの利益があるっていうのも全て出してます。それに加えてこの2年半ないしは3年間僕はリスクを追ってできた経験、それから知識量に関しては正直かなりの自信があります。これを
実際プライシングして皆さんにコンテンツとして売り出すときに、今480円なんですけど、正直僕の中ではこれでも安いぐらいだなと思っています。中身を見ていただければもう詐欺かフェイクかどうかわかると思うんですよ。ちょっと皆さんに一個考えていただきたいんですけれども、例えばじゃあ皆さん何かのこうプロフェッショナルというか仕事をされていたとして、まあ何でもいいんですけど、ネットのエンジニアだとしましょう。でその知識をじゃあ1から100まで教えてください、タダで教えてくださいって全く知らない人が言ってきたとしますよね。皆さんは全然いい、教えてあげようっていう気になりますか？僕のインスタグラムの DM とかによく来るご質問だったり相談内容みたいなものがまあたくさん来るんですけども、実際それ結構僕返してます。返してるのは自分のアウトプット、自分がそこでアウトプットをすることによって自分の中にも知識を定着できるし、皆さんにも本当に正しい知識を持ってトレーニングだったりパーソナルトレーナー活動をしてほしいっていう、まあ自分の純粋な気持ちがあるからなんですね。ただ僕も含めてそうなんですけど、普通人に物を頼むときってそれを頼む相手にもどれだけメリットを提示できるか、要するに自分のお願いを聞いてもらうことによって相手にメリット、どういうメリットを提示できるかっていうのはすごい大事だと思ってます。それは社会人なら、まあ、最低限のルールというか、最低限必要なことです。自分が一方的に相手から何かを得るっていうワンサイドな状況っていうのは実際社会に出たらほぼほぼありえないですし、もう自分がその人の時間を搾取してるっていう感覚を持った方がいいなと僕は思います。なので人に何かこう質問じゃないけど物を頼むとき、何でもいいんですけど、相手にとってそれを答えるにあたってのメリットを何か提示できるような質問の仕方を、質問の仕方だったりお願いの仕方をぜひ皆さんにも意識してほしいなと思います。上から目線に聞こえてしまったら申し訳ないんですけど、でも実際それは本当大事だと思います。僕自身も人に何か物を頼むときっていうのは相手が心よくそれを受けてくださるような何かメリットを提示するように絶対してます。でちょっと話がずれてしまったんですけれども、今回その僕が出している情報に関しては対価として僕側のメリットとしてそのお金をいただいているっていうことが一つあります。まあ正直中身見ていただいて内容がないとか、内容がフェイクだったとか言われるのはしょうがないと思うんですよ。まあ本当に僕が至らない部分があった、どの部分が足りないって、それはコメントいただければ全然改善しますし、あ、すいませんでしたって素直に言いたいですけど、中身をね、見てないのにもかかわらず、なんか情報商材売りつけて詐欺だみたいなことをね、言うのは僕はどうかと思いますね。まあ、顔が見えない匿名な相手だからね、もうどうしようもないんですけど、これからも別にノートは続けていきますし、もちろん YouTube で普段無料の情報もどんどん出していきます。ただこういったコメントに関しては、どんどんこうブロックして非表示にしていきますんで、まあそこだけご了承いただけたらなと思います。ちょっと面白いアンチコメントとかならね、全然見ててね、むしろこう笑わせてくれるような内容とか、全然いいんですけども、ちょっとこういった内容っていうのはね、なんか許しきれないというか、ちょっと自分の中ではなんだこれと思ったので、今日はこういう話をしてしまいました。すいません、ちょっと愚痴みたいな動画になってしまって。また今後とも、このチャンネルネクストビット検討、どうぞよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。How come I'm looking straight at me? The look on your face, what does it mean? Giving you a taxi, flabby master backseat turns in so classy. I always remember, time round November, never be ever, but you took the letter. Sure, still playing the right game, then I was lame, all of the sudden.